ハッピーシンセサイザーの最後の方の何の取り柄もないからの同時押しのところで切れてしまいます。私の全てを込めるよ。画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、おっぴです。問題の場所まで飛ばします。はい、ということで何の取り柄もないところからということで、ここからです。ここからの同時押しが難所ということでコメントいただきました。いや、まあ僕も何回もここはもう難所です本当に。はい、もうここは何回も切ります僕も。あと今みたいに一瞬同時押しじゃないノーツが来るのか、いやってフルトンするんかい。シュガーソングとビターステップの中盤くらいの連打、追加失礼します。シュガーソンのサビ前連打、よっしゃ行くぞ。ということで僕は今までフルコンボを取ったことのないシュガーソンやっていきましょう。はい、ということで今の場所は難所じゃないよ。そろそろ来ます。サビ前の連打いきましょう。はい、僕は今まで繋がったことあります。ティアドロップスの3連スライド、ティアドロップスのこの手を離さないの後のスライドが苦手です。モカちゃんやっちゃうよ。その部分がなければ難易度は24だとは思うんですよ。ただその場面があるから25。いきましょう。僕は今までフルコン取ったことありません。マジです。いきます。カプリチオのここですね。カプリチオのサビ部分の緑レーンのやつです。一発ガツンといっちゃおう。なんで簡単に言ったら28楽曲は全部難所なんだよね。はい、ということでもう HP が瀕死なんですけど、こっからのスライドですよね。めっちゃわかります、めっちゃわかります。またここもね、ここもここもちょっと HP つながしんだ。リバースデイのスライド、リバースデイのリバースデイ、リバースデイの初めの部分ですね。いつもここでミスります。ノリノリでいこう。はい、それではリバースでプレイしていくんですけど、僕ねこの曲もうクリアできないと分かってるんで全然プレイしてないんですよ。はい、なのでどこが難所だったか僕は覚えてないんですけど、まあ冒頭ということなので、その難所を僕が切る冒頭、ここじゃん。もう完全にここじゃん、冒頭ってここだよね。ここのこと言ってるよね、スライドって。はい、ということで、まだ生き残ってるよ僕ね。僕まだ生き残ってる。いや、まあ久々にやったら、ちょっとあとの HP が80だ。待って待って、 HP 80からすげえ粘るじゃん俺。ワンチャンいけるかもしれない。あ、これ分かったわ。待って、俺まだ1回もサビいけてないんだけど。産地ピンチのところです。やっぱり産地ピンチですね。本当に産地がピンチになります。圧倒的に産地ミンチのスライドです。ミンチ関係ないけどこの流れ好きで、よっしゃ行くぞ。はい、ということで産地ミンチやっていくんですけど、なんとね冒頭に10秒間の産地ピンチが始まるということで、10秒間耐えていきましょう。待って、超えたわ、ごめん。今の場所が難所です。はい、でもって最後にまた10秒間の産地ピンチが始まるということで、ちょっとご復興したいね。やばい、ちょっとずれた。いや、あったー。夜の縦連打、夜の斜め連打は一回も超えた。夜の連続の階段、私に任せなさい。関係ないけど夜の連続の階段ってなんかミステリー小説のタイトルっぽいよね。さあ、そろそろ来ますね。行きますか、夜の、なんだっけ、連続の階段です。僕も確か超えたことないんだよね。ここだよね。あ、じゃあ、まずい。自分ゴッドノーズのスライドですね。とりあえずゴッドノーズのライド連続だな、ゴッドノーズのライドかなと考えるですね。お客さん呼んでるし、まあ今のコメントだけでみんなどこをゴッドノーズのどこが何しか分かると思うんですけど、いきますか。さあ、ここです。ここです。分かるよね、今のもうスライドですよ。で、ここを抜けた後にもう一回来るんですよ。ちょっと長くなったスライドが、続くということで、切るんだよな、これが。ラクチャーネンの最後ですかね。ラクチャーネンと一山の最後。ラクチャーネンの700コンボ編の本当に最後のところで、短い長押しとフリックが混ざって最後に4タップした後のフリックの場所ですかね。意味わかんない。私のすべてを込めるよ。もう六兆ねやりたくねえよ。ね。さあ、僕の場合ここでライフが1000なかったら生き残れないんですけど、もうないから絶対勝てない。あ、もうちょ切っちゃったしね。そろそろ来ます。みんなわかってると思うんですけど、まあエキスパートのね、もう六兆ねここです。はい、もう死ぬっていう。ファンシーの最後ら辺やっぱりファントムシーフの最後です、ね。これはファントムシーフじゃない。ドゥビルバ。ファントムシーフ。ドゥビルバ。一発ガツンといっちゃおう。さあ、ドゥビルバ。ドゥビドゥ。オートピー選手、ノーツを叩いて練習してますね。いきますか、ドゥビドゥバ。